なるほどですよ、はい。この4連休で人出がかなり回復したという報道もあったんですが、あの、コロナ自粛が終わったと見てるのか、いかがでしょう。いや、よかったですよね。というか、まあ、こういうあの席でも、まあ、大体この3月からはもうコロナのことばっかりが議題になって、質問もコロナ絡みのことですけど、もうなくなってきましたよね。だから僕も実は常に忖度マスクはやっぱりしてます、持ってます。ボーリング場、昨日行ってもボーリングプレー中はしてくださいってやりますし、裁判所にもします。だからあのそこのルールで決められてる場合はマスクをするって感じですけども、でもそうじゃなければ多くの人はあの外してきてるのかなってもそうですし、まあ、東京都もね GoTo トラベルにプラス5000円とか、日帰りは2500円からあの東京都が10月1日から GoTo トラベルの対象になるのを契機に、今予算が通れば10月の末にでも東京都にさらに東京都として独自でさらにプラスと。だからさっき、まあ、浜田議員が裁判所がいっぱい席埋められたと言ってたけども、いやいやもうねそんなのいい加減、そんな大して影響がないのは明らかで、それ当然高齢者であったりその持病をお持ちの方はね、感染すると死に至ったり重篤化するっていうのは当然分かっていることなので、もうその国民の多くの国民がコロナの対応については分かってきてると思うので、まあ、そんな中やっぱり経済を回さないと自殺者数が増えてるんでね、あの動きとしては素晴らしい。やっと小池さんもそういう方向で動き出してくれているので、まあいい方向に僕は動いてるんじゃないかなって。まああとはやっぱりこれからもう寒くなってきましたので、10月11特に11月ぐらいからはインフルエンザと同様コロナが、まあ、あまり蔓延しないことを願うしかないですけどね。またこれで感染者数が増えて営業の自粛とかになると、相当の中小零細企業や、まあ、普通の企業倒産に追い込まれるっていうのは好ましくないので、あまりコロナを怖がらずに経済回してほしいと思っている僕からすればいい方向に、あまり気にしなくなってきているのはいい方向だなと思っています。